ぐ海岸、そして苦しむウミガメです。ゴミ問題を考えました?これは八王子のゴミ収集車です。ゴミがたくさんありますね。プラゴミ、ずいぶん大きな袋ですね。僕の工夫を説明します。聞いてくださいね。どこのお家もたくさんのプラスチックが出ます。まず、ゴミの中で大きめのゴミを今日のゴミ袋に決めます。それぞれのゴミはハサミで切って細かくします。細かくね。細かくすると余計な空気はなくなりまーす。口は輪ゴムで止めます。ほらね、SDGs?